なんでねそんなに、えーですね、中国の人はあのー、子どもをです、ね、日本に来させて小学校から入れていきたいのかとかねまたついでに、えー、その土地をね えー、買う不動産を買いたがるのかということについてですね、えー、実はですね、えー、私の、まあ、知り合いのですね中国人の実業家とも会いましてね、いろんな意見聞きました、中国人の実業家と、ですねそれから中国人向けに不動産売買を比較的扱っているこの近所のね、 えーまあ、頑張ってる不動産業者の人がいるんですよ。で、その人にちょっと聞いてみてね、まとめてみました、意見を。こういうことらしいんですよね。中国人がね、日本の不動産を買いあさる理由、で、今言ったね、これが動機にもなってるんで、えー、改めて見ておくとですね、まずですね、言えるのは、東京なんかで見た場合、文京区でも、 非常に中国に比べて不動産価格が安くなっていると。たこれ例えられたんですけども、大体今、あの日本に来る中国の人たち、住もうという人たちって、現金で1億円から3億円動かせる人たちなんですよ。あんまりローンって発想ないんですね。で1億円、3億円で不動産買えなら、買っちまえ、一発買いしまえという人が多くて、えー、例えばですね、えー、上海。 なんかで考え上海市のことを考えると、上海市ってやっぱり中国で一番物価高いんですね。で、この高い物価の中で、マンション1つ買う価格で、日本だと小規模なマンションだったら1棟買いできると、要するに自分が住む分とですね、極端な話、こういうこと言ってました、民泊をやりながら自分が住むということも含めてですね、できるんだというようなことでね。 生活基盤をこの1、3億の投資でしっかり作れるという魅力があるんだってんですよね。あともう一つ言われたのは、ね、あのー、これ、利回りが安定していると、日本の場合ね、国家政策でね、大体不動産で4%ぐらいの利回りだと、4から6だと、非常に、ね、あの資産あとして、ね、持つには、ねえー、非常に安心だとで、中国の人にとっては隣国だということもあって、非常に来やすいと。 来や,すい来やすくて管理もしやすくて、はっきり言うと、中国に今、資産を置いておくって非常にリスクが大きいと、いつ国の政策が変わってね、紙ペラになるかも限らないと、運と大金持ちの人は欧米に買ったりすることもあるんだけど、欧米ははっきり言って外国人が不動産を買うについてね、非常にいろんな規制があります、それでも買ってます、中国あたりも買ってる人、アメリカあたりも買ってる人多いんです、でも日本はほとんど欧米に比べれば規制がないのに等しい。 だからこれ、買ってるって言うんですね。で、おまけにですね、えーち、中国の人で日本を買う場合、ほぼやってるパターンがあるんです。えー、お金持ちの人で、東京はあとりあえず資産として持ってですね、いろいろ今、現役世代として、事業として展開するために持っていると、貯金の代わりでもあると。で、北海道は、次の住みかにしたいと。 いいううこことととを考えて持つということだそうううなんですそそういうこととをやってるとそれからですね、えーまあ、これ言いましたよね、不動産購入については外国人規制がない。えーまあ、ようやくですね、重要土地、あのー、監視法案なんていうのは通って、ですね一応防衛施設とか原発とかそういう重要施設の周りに外国人の土地が買われないかどうかっていうのを見るっていうようなことを言ってるんだけど、あ,のー、あまり実効性ないんですよね、これね、規制はほとんどできないわけだからね。で 何よりもですね、そうやって日本の土地がですね、非常に尊ばれるのは、日本の環境がいいと、特に整備された医療、医療施設、そして介護,介護システム、そして学校がね、非常に魅力があるんだということなんですね。こうなりますとね、お子さんがいる世代、そして介護を自分が受けようと思っているね、次の住みかを求める世代にとっても非常に魅力があるということなんですねまあちょっとね。 えー、学入学の話に話を戻す、そういう結果ね、東京の中で一番あの環境がいい、外国人の方にあの非常に人気があるのは文京区なんですよね。で、私のね、あのーまあ、中国で前から知ってる友人も、 留学時代から文京区する気に入って住んで住み着いてるのいますけども、まあ、ロシア人の実業家の方で知り合いもあのお家買って住んでます文京区に非常に暮らしやすいしに大体日本好きの人多くて日本好きの人にはちょっと江戸の人情と文化が残ったね、えー、文京区ってすごく魅力なんですよねでその結果だと思うんですけども文京区の小学校特にですね教育う爆入学的な傾向が 増えててるっていうのはこの5年なんですよでこの5年間の文、ね、京、えー、区に20校の区、ね、立小学校があるんですけどもの 20, 校の20校にです、ね、外国籍児童がどれくらいいるかっていうのを集めたのがこの数字なんですね。えー、2019年、えー、には、ね、194人だったのが昨年2023年のデータではで、ね、389人と5年で倍化してると。 いうことなんですよ。まあ、これまたふあのどんどん増えていく傾向にあるということなんですね。まあ、非常に日本日本自体が少子化になっているということで、生徒数は全体としては減ってる中で外国人増えているんだから外国人比率はどん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 比率がもっと増えてる。 というふうに言えるんじゃないんでしょうか。まあ、そんなような状況なんですよ。で、非常にねこれはだ,だからねあのま坂、あ、東さんともいろいろですねあの話をしてまあ、結局中国人が土地を買って資産を獲得して。 えー、住むという点でも定着してくると、でそれをまあ一種監視することも含めて、えー、中国の警察の秘密交番も増えていくというようなことで、非常に危ないよっていうのは言えるんだけど、その中国人とか外国人が増えるっていうのは、あのー、非常にです、ねあのー、複合的な原因があるんだなと。 いうことが今回のことで本当に私は痛感したんですね。いわばあ日本側にもお理,理由があるんだということなんです。えー、まずですね、私思っていることがあって、ちょっと簡単にまとめてみたんですけど、これ、具体例も出しますけどね、はっきり言うと、私もね、もうすでに 教員やったって時代でもう40年近く前ですけどもねあの時から児童数の減少って問題になってましたはっきり言うと児童数が減少する中で教員採用が減る中でいきなり正規雇用にならなかったんですよ私は一応ですね 横浜市の教育委員会というのに採用されて、えー、臨時採用なんですよあの小学校の場合ね、あのー、産休を取られる先生が非常に女性率が高いんで、多いんで、産休に取られた方の代わりに入るということで、えー、いわば予備,予備役兵力として雇われて、でもずっと雇われちゃうんですよね。 1>, あの1年単位でねで、それを3回やると大体、説教員になれるって、コース入ったんですが、私はまあ途中で政治の道行っちゃったんで、なりませんでしたけどね、え結局、少子化がその頃からもっと顕著に進んできてるわけです、そうしますと、でも学校のインフラっていうのは引き続きあるわけですよ、効率はともかくね、一番困ったのは私立ですよね。 私学が困ってそうすると、勢いですね、初めはですね例えば私立の高校とか、あるいは私立の大学なんかは営業をかけるわけですよね、いろんなところにね、あのー、事前の説明会をわざわざ出向いてやったり、推薦入学についていろいろな制度を作ってですね、いわばあたがいですよね、一種のあたがいをやろうとしたりして、小さいですね、ますの。 お要するに数自体が全体として小さい、ね、生徒をいろいろ集めるってことをやったんだけどそれじゃあしゃくに合わないでとうとう手をつけたのが90年代以降ですね、えー、私費留学生っていうのはどん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 中国から増えてくる時代にじゃあ中国の、ねえー、お子さんたちを誘致するのはどうかっていうことに。 教育界は思い,ついたわけで,す、ね、で、その時にですね、できたのがですね、中国人専門の受験予備校ですね。まずはね、えー、大学受けたいということで、大学を受けるための、ね、中国の高校を出た後日本語学校を行きながら、 受験勉強も同時にやるということで、日本語学校と受験予備校がですね、えー、タイアップして、えー、初めはまあ日本人と混ざってやったんだけど、そのうち中国人専門の受験予備校ができました。これが先行して、えー、どんどんですね、いろんな大学入っていくようになった。で、次はですね、あの、高校ですね。 高校の段階かからら入れられるんじゃないかそれがまあ先駆けたのが、日照学園、えび、ー、の,の,の市の日照学園のですね、えー、国際高校ですね、そこから始まったんですがあの、これ最近取り上げられているケースで、一番顕著に成功しているケースとして知られているのがです、ね、千葉県のですね木更津市にある行政国際学園の行政国際高校というところなんです。ここはですねあの場所的に言うとですね、 ちょっとですね、こんな感じの高校なんですよ。私もね、こう通りかかったことあるんですね、車でね。ちょっと山側いにあるんですよ。山の中にあるって言っていいのかな。まあもちろん、木更津の駅からバスも出てるし、 日本人の学生がやっぱり今のところ多数派なんですね、400人、えー、高,校高校は400人、これ小、中、高あるんですけどね、高校は400人で、まあ、小学校はです、ね、通,って通いがほとんどですけど、まあ、高校400人で、大半の生徒はなんと寮があって、寮に入ってるんですよ。 全寮ではないんですけど寮生が多いという特徴がある学校なんですね。で、まあ、山あいにあるんでそういうことになってるんですけどね。でそれがまた条件としては中,中国の学生さんが来やすい非常に条件になってるということなんですね。で、えー、ここの学校はねどういう目的でやったかことかなんですけどもあのむしろこれ学生生徒が減ってるというよりは90年代に 中国側からでも相談されたらしいんですね、90年代の半ばにね、高校の段階から日本の学校教育を受けたいっていう親御さんたち結構いるんだけど、そういうことを受け入れるような素地はないだろうかということをキャッチしまして、実験的に始め3人、ね、3人の生徒さんを入れたら、非常に優秀な生徒が来てくれて、こういったなんですけどもね、いきなりその生徒さんのうちの1人が東京大学。 受験しして成功しちゃうんで、すねであのともかく日本に来てまで、えー、勉強しようっていう中国人のお子さんの熱量っていうのは全然違って、それがですね、牽引者になるんじゃないかって発想が生まれたんですね。それで、えー、どん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 枠を拡大してですね、まあ、現在はあ400人中100人が中国人生徒っていうことなんですけども、偏差値が非常に顕著に上がったんだと。 いうことなんですそして、進学実績が非常に引き上がってですね、えー、例えば昨年ぐらいですと、東京大学に入ったのは3人いらっしゃるそうなんですね。で、で進学先見ると東あの、国立中心に言うと、東大、京大、半大、明大入ってると、おこれ、中国人の学生がですよ。でもちろん、私学で言ったら早稲田とかね。 同志社とかそういうところが入ってるということなんで、非常にね、学校のレベルが中国人が来たおかげで上がったと。で、これね、皆さんもお探しになって、この行政国際学園、特に高校のですね校長先生がインタビュー答えたような記事とか、まあ自分とこの宣伝ということもあるんだろうけどもね、ホームページなんかにもいろいろ載ってるんですけどね、私たちは、のこの学校が行ってるのは、私たちはあなんか生徒が足りないから入れるとか、 いいうこととだけじゃないんですよとまた、最近言っていることは、ね、何か偏差値を上げたり実績を上げるためだけに入れているんじゃないんですよと中国人の学生は優秀,優秀だけどそうじゃなくてそれ以上にこの中国の、ねえー、熱の、ね、ある生徒さんたちが多数来てくれるおかげで他の日本人の生徒さんも影響を受けて非常に学校が活性化するんだと。 いうことをおっっしゃってるんですねで逆に中国人っていうのは結構季節季節の動きっていうのははっきりしてて例えば春節旧正月になるとみんな一斉に帰っちゃったりするんですよねふるさとにねそうするとね、まあ、休暇取って帰っちゃうわけで、えー、その間何日かある授業は非常にあのなんかみんな意気消沈しちゃうっていうかね先生も生徒も意気消沈しちゃう中国の,があの生徒さんがいると非常に活性化すると。 なんかいいことづくめのような話ですよね、あの学校の当事者の話聞くとね、まあ、そういうことになってるわけなんですよ。これ考えるとね、これ、中国の人がどん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 来るっていうのはあるんだけど、日本側にも理由,理由があるんだということなんですよね、この行政高校ではね、普通こういうことらしいんですよ、中国でまず高校生の1年生まで終えて、えーまあ、季節が違うわけですよね。9月に 9月に一応、学期が終わるわけで、でも日本は9月が新学期の始まりなんで、えー、それで1年で編入するんだということなんですよね。中国で高校1年を終えて、えー、1年生児で編入して、で大体、特進コース、レギュラーコースとも言ってるんですが、大学特別進学コースに入っていくということなんですね。まあ、そういうことをやっているということなんですよ。しかしかこれね あの先ほどの,です、ね、あの文京区の小学校でどん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 中国人が増えていくということも含めてね、これやっぱり日本としては考えなきゃならない問題があるなと思うんですね。 で確かに留学っていうのは過去からいろいろ行われてきてね、日本からも留学生が出ると、外国に出ると、そして、えー、海外からね、中国に限らず、例えばこういう町もあるんですよ、あの北海道のある町ですけど、ちょっと過疎で苦しんでると、でも例えばあ大学がですね、えー、通学圏にあるところだと、留学生を住民として誘致している町があるんです。 でその町に来るとですね、えー、あの家賃なんかはまあ安いんですけどねあの月8000円町が出してあげるとおいうようなことなんですよね。でなんでそんなことをするのか、えー、人あの過疎地帯は国からの地方交付税がね、えー、人口1人当たり20万出るんですよ。おですからあの 8, 円出しても 例えばですね10万円未満ですよね年間出すのはねで20万もれで差し引き10万あの自治体には残るんですよねでこれを使って高齢化した住民の介護事業とかそういうのに補填してるって言うんですよね、まあ、そういう考え方でう、えー、するに、まあ、一時的な人口とはいえねこれがルーチンワークになってこうベトナムとかそこの町はベトナムとかタイとかそういう東南アジアの 留学生が多いそうなんですけども、あのー、そういう人をどん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 入れているとお、いうことなんですね。だから日本側の理由で過疎をなんとかね、あのー、補ってね、その住民福祉を維持するために留学生を入れている。で、えー、留学生入れると、例えばこれもさっきも言ったんですけども、例えば中国人の学生がうんと増えれば、ああで家族で来てる場合、文教区のように小学校入れるっ,て言ったら家族で来るわけですよね。そういう方々への お中国人による中国人へのサービスーということが増えてきて中国人の人口増えていくわけですよねで、どん,どんどん中国化していくあるいはベトナム人が多いところだったらベトナム化していくということになっていくわけですけれどもこれがですね進めば例えば2つの問題があると思うんですねまずこういう日本のシステムというのは日本人の先人も含めてね、えー、住民たちが自分たちの納税行為やあるいは特に学校の場合私学校士ってのをずいぶん調べたことがあるんですね教育 学部学学生の時にね学校っていうのはほとんどの場合みんながね寄付して作ってるんですよ日本の学校って歴史的にね例えば農村部だったらあ農地を区画整理してあ、ま、あのみんなで拠出した土地をまとめて、えー、まず 学校の用地にしながら他のものを売ってですね馬を売るとかそういうことも含めて売ってですね校舎を建てる費用を作るということをやってて本当にもう地元のですね先人たちが、ね、まずベースを作ってそれからもう維持のためにねいろんな形でですね負担もしてええー、と続けてきているのが日本の学校なんですね。でそれがまあ を収めてるとその成果を今お金、国際社会の中でお金を持った中国人がですね歴史的な問題全部そんなのを飛び越えてです、ね、であこれ、うちの子にいいから使わせてもらおうというふうなことになってくるということなんですよ。でね、あのもう一つ、これ聞いたんですよ、そのなんでねそんなにね日本の学校入れたがるの